1935年冬、センチュリオンに合流した E 小隊は国艦の中の夜間警戒や保障任務から解放された。過酷な行軍から一転した穏やかな日常、隊員たちは束の間の休息を楽しんでいた。ないなあ。あら、どうしたのよカレン、こんなところに。珍しいじゃない。あのラグナロックを見ませんでした？首輪につける救急キットを新しいのに取り替えておきたくて。今日は朝から見てないわね。いつもはレイリーやカイにくっついてるけど。お二人は偵察任務で隊長やラズさんと一緒に数日間を離れるって言ってましたよね。あ、そういえばラズの兄貴が出かける前にラグナの飯は頼むぜって言ってたんだった。もしかしてそれ今の今まですっかり忘れてたっていうの？が出かけたのはもう2日も前だよ。それからずっとご飯抜きだなって。兄貴がいねえと気が抜けちまって。すみませんした。私だって整備に夢中でラグナが腹ペコだったの気づかなかったです。ひゃっは、野生を舐めてんじゃねえぜ。飯がなけりゃ自分で獲物を取ってくる。それが獣の本能ってもんだろ。本能か、確かにその通りだ。しかしこの艦内に獲物になりうる生物はいないとすれば、ラグナの取るだろう行動は、単純明快な推論が成り立つが、もしかして獲物を探して艦を脱走ですか？その可能性は高いと言えるだろうね。何よりこれが小説ならその展開が俄然面白い。冗談じゃないわ。ラグナは軍犬よ。脱走が明らかになれば処分されてしまう。処分って、そんな俺のせいで。みんな頼む、一緒にラグナを探してくれ。ラグナ出ておいで。めったに食べられない最高級の骨付き肉だよ。ひゃっは、肉肉肉、こりゃうめえ。溢れる肉汁がたまらねえぜ。ラグナのご飯をつまみ食いしてはいけませんよ。あ、はい、ですよね、すみません。ダメです。ラグナの影も形も足跡さえ見つかりません。こんなに広い太平洋で一体何を手がかりに探したらいいんでしょうか。ラグナは賢い犬だ。こんな場所でもどうにか餌を探すはずだよ。餌がありそうな場所っつうと陸地だな。ちょっと遠いが島の方まで足伸ばすしかねえか。でも島はいくつもある。方向だけでも特定しなきゃ無駄足になるぜ。ことがことだから外出許可も取ってないし、日暮れ前には隊長たちが艦に戻ってくるわ。それまでに連れ戻せなきゃ艦長はラグナを置いて艦を出航させるわよ。ちょっとアズサ、犬みたいに鼻鳴らして一体何やってんのさ。見て、ここに動物の毛が落ちてるわ。動物の毛だ？そんなもんどこに。よく見て、これよ。言われてみれば茶色の毛が一本。かすかに酸っぱく懐かしい匂い。
これはラグナの体毛よ。はあ、こんな毛一本に匂いも臭もあるわけ。私の嗅覚に狂いはない。匂いは西の方角に続いてる。たどれるわ。おい、マジでこっちで合ってんのか。これが正しければ警察犬レベルの嗅覚だ。これは推理小説のネタに使えるな。もうすぐそれなんだから。だけど他に手がかりはないよ。あずさを信じてついてってみよう。でラグナの匂いはこっちから漂ってくると。間違いないわ。でもあの戦車、この村には帝国軍が進駐してるみたいです。ひゃっはー、ちょうどいい、ぶっ潰してやろうぜ。何バカなこと言ってるの。この戦力で戦車隊と交戦できるはずないでしょ。とにかく様子を伺ってみようぜ。おい、見つかったか。いや、どこにもいない。すばしっこいやつだ。それにしてもなんて不貞犬っころだ。このアオスブルフの肉を盗むとは。俺たちにとっても貴重な生肉だ。絶対に取り戻すぞ。あの影、威嚇射撃してみるか。いたぞ、撃て撃て。ラグナ、あんなところに。このままじゃ撃ち殺されちゃう。助けなきゃ。だがあの戦車、捜索メモに残っている記録と一致している。おそらくジークバルラインや基地襲撃で戦った帝国軍のあの黒い戦車部隊だ。彼ら相手にクロード君抜きで戦うのは少々、いや大いに無謀な試みだな。元はといや、俺が撒いた種なんだ。ラグナを死なせるわけにはいかねえ。ラズの兄貴やクロードがいなくたってちゃんと救出してみせるぜ。おお、珍しくかっこいいですね。珍しくってのは余計だっつーの。ラグナ、こっちだ。早く来い。おい、あそこにいるのは連邦軍の偵察部隊か。あの犬どもどもぶち殺してやる。行くぜ。いい？今 E 小隊に隊長はいないわ。全員で連携を意識して。指揮官不在、上等じゃねえか。やりたい放題やってやるぜ。ひゃっはー。まったく、言ってるそばから。敵は帝国軍最新鋭の戦車部隊。怖いけどこんな機会めったにありません。ラグナのために頑張ります。さあ行くぜ。おい、どうやら敵部隊も隊長がいねえみたいだぞ。連携に乱れが見える。これなら私たちにも勝機はあるわ。よし、一気に畳みかけるよ。手を貸すぜ。次に行きましょう。さっぱりした。やっぱりサウナは最高って。ボルツ中佐。んだよ、騒がしいと思ったら敵中か。なんで知らせに来ねえんだ。それが敵部隊は少数で、我々だけで十分対処できるものと。十分対処ね。そうは見えねえ苦戦ぶりのようだがな。
気づかなかったか、敵はあのファムファタールの部隊の連中だ。なんだって戦車もなしにあんな少数で攻めてきたのかはわからんが、せっかくの王政だ、俺も楽しませてもらおうじゃねえか。おかしい、敵の動きが明らかに変わったわ。あの一回り大きい戦車、隊長車ですよ。なるほど、指揮官の登場で戦局は格も激変するのだな。冷静に言ってる場合じゃねえぞ。くそ、まるで別の部隊だぜ。おいおい、隊長さんの大出待ちだって、ひゃっはー、そう来なくちゃな。ダメだよサイモン、あいつは強すぎる。私たちが太刀打ちできる相手じゃないよ。逃げるしかないわ、みんな。なんとか退路を確保するのよ。できたわ、今のうちに。ラグナ、こっちだよ。敵が退却していきます、追撃を。いや、今日はここまでにしておくとしよう。しかし今は作戦前の束の間の休暇だ。任務でもないのにわざわざ消耗する必要はねえよ。それに狼の散歩に出たお姫様がそろそろ戻ってくる頃だ。銃撃戦でお出迎えってのも野暮じゃねえか。機械油まみれの面洗って帰りを待つとしようぜ。というのが正しいのか、負けなかったというのが正しいのか。ラグナはちゃんと救出したんだもの、目標達成、任務大成功よ。だな。あれ、でもその肝心のラグナがいねえぞ。おかしいね、さっきまでそこにいたんだけど。あのあそこに。おい、まずいぜ、あの白狼、ラグナがかっぱらってきた肉を狙ってやがる。あんなの相手に勝ち目ありませんよ。どうしたら。私やってみます。なんだよ、外したのか。撃ち殺しちまえばよかったのに。それはやっぱりちょっとかわいそうで。ギリギリを狙った威嚇射撃ね、見事だったわ。ほらラグナ、こっちにいらっしゃい。
急いで艦に帰らなきゃ私たちまで置いてかれちゃう。なんだこの地鳴り。フェンリル、かわいそうに身勝手な人間にいじめられたのね。なんなんだよアリア。いてつくほどの吹雪。あの女まさか吹雪の魔女。許さない。罪のないフェンリルに銃を向けるなんて絶対に許さない。愚か者ども、塵も残さず消えなさい。やべえよあれ、逃げなきゃ。ダメ、吹雪でタイロが。とにかく応戦するよ。みんななんとか持ちこたえるんだ。敵の攻撃弱まってねえか。かなり消耗してるように見えるが。なんとかこのまま押し切るわよ。敵情を暴くわ。すぎるのね。人の体で使うにはあまりにも。なかなかやるわね。でもまだよ、フェンリルをいじめた罰は。だからそれは誤解なんです。私たちも仲間を守ろうとして。仲間？そうよ、ほらそこにいる。連邦軍の支援犬。驚いたね、さっきまで一触即発だったのに。不思議ですね、もうすっかり仲良しでお肉を分け合って食べてます。食料を分けてくれて感謝する。あの支援犬にそう伝えて。わかりました。賢い犬だからきっと伝わります。フェンリルに免じて見逃してあげる。次に会ったら容赦はしないわ。行くわよフェンリル。あっ、あー
無許可外出の上、敵幹部との勝手な交戦、上にバレたらただじゃ済まないわね。軍法会議にかけられるのも小説のネタとしてはなかなか美味しいが。絶対にダメよ。よくて懲役、下手したら死刑。今のうちに口裏を合わせておきましょう。口裏ですか？ああ、何かいい言い訳は。ピクニックに行ってたって言いませんか？今日はいいお天気だから。いい天気ってさっきまで猛吹雪だったけどな。まあいいじゃないか。ピクニックに出かけて雪合戦して遊んだ。そういうことにしておこう。そうね、スリル満点の雪合戦だったけど。そうだな、ラズの兄貴に嘘つくのは心苦しいけど、今日のことはここだけの秘密だ。男の意地にかけて誓うぜ。よーし、了解です。何があっても口を割りません。約束ね。さて、それじゃ帰るよ。急がなきゃ缶が出ちまう。行くぞラグナ。戻ったらたっぷり餌をやるからな。で、ピクニックに行っていたら帰りがこんなに遅くなったって？そうなんですよ。このバカ野郎、艦長はとっくの昔に出航させる予定だったんだぞ。クロードが必死で説得してなんとかギリギリまで待ってもらったんだから。もう本当にごめんなさいね。雪合戦にうっかり夢中になりすぎちゃって。そうそう、雪合戦、子供時代に戻ったみたいだったね。あなたたちがついていながら。ラグナもらしくないじゃない。しっかり反省してね。まあもう過ぎたことだ。この件は後でしっかり報告書を作ってくれ。それじゃみんなで食堂に行きましょう。温かい夕食が待ってるわ。助かりました。もう手も足もかじかんじゃって。やれやれ、みんな行くぞ。さて、みんなに集まってもらったのは他でもない、分かっているとは思うが、先日のピクニックの件だ。その後報告書を提出してもらったが、ピクニックならばありえない装備や弾薬の消耗について納得のいく説明は一切なかった。凶暴な熊の群れと遭遇して死闘の末なんとか窮地を脱したとか、急に吹き荒れた猛吹雪から身を守るために手榴弾で塹壕を掘ったとか。コナン、僕は報告書を出すようにと言ったんだ。小説を書いてくれとは言っていない。事実は小説よりきなりだよ、クロード君。あくまでもピクニックと言い張るわけか。なあダイガ、今正直に言えば許してやる。俺たちの留守中本当は一体何があったんだ？だからピクニックに出かけた先でクマと戦ったんだよ。それだけだ。ならそれを証明してもらおうか。証明？一体何をするつもり？決まってるだろ、ガチンコバトルだ。ガチンコバトル？みんなには
私たちと模擬戦をしてもらいます。ただし普通の模擬戦と違うのは、あなたたちが使うのは当たっても痛くない柔らかいゴム弾、こちらが使うのは私特製、当たるとゾウでも泣いて痛がる特製激痛ゴム弾。大丈夫、急所に受けても死にはしない、ただ死ぬほど痛いだけだ。恐ろしい、レイリー特製激痛ゴム弾。クマの群れと戦って勝った英雄なんだろ、その実力のほど見せてくれよ。ザイガ、本当のことを言うかい？いや、俺たち嘘はついてねえ。そこまで言うなら熊殺しのザイガが返り討ちにしてやるぜ。いい覚悟だ、早速始めるぞ。クロードたちとガチバトル、ヒャッハー、燃えるぜ。でも当たったらものすごく痛い特製ゴム弾、怖いです。大丈夫だよネージュ、私たちあの黒い戦車部隊、黒くて戦車みたいな巨大クマとか猛吹雪にだって負けなかったんだからねえ。そうですよね。ラズの兄貴、悪いが負ける気はねえぜ。行くぞみんな。気合い入れていくよ。見つけたよ。私が指示するわ。手を組みましょう。一緒に行ってやる。手を組みましょう。背中は任せな。そこに。敵の匂い、敵の匂い、敵の匂い。兄貴、見ててくれ。あの連携の取れた動きは今までのみんなと全然違う。やっぱり何かあったのは間違いないみたいだな。何があったか知らねえが、俺たちが負けるわけにはいかねえぜ。
ほらほら本気で行くぞ。覚悟しやがれ。蹴散らしてやるさ。来な。行動を開始するわ。入れていくよ。入れていくよ。
私が指示するわ。私が姿を捉えられる。手を組みましょう。手を組みましょう。一緒に行ってやる。敵の匂い、敵発見。次に行きましょう。敵発見。敵の匂い。やってやる。逃がさねえぜ。了解。バテる。ラズナ兄貴、見ててくれ。しっかりしねえとな。私がやらずに誰がやる。総員、我に続け。あっ、危ねえ。
うダメだ。私が指示するわ。手を組みましょう。背中は任せな。一緒に行ってやる。入れていくよ。
合い入れていくよ。ほら、オーダー、増援を要請、至急出撃を行う。このくらい、そこに。私が指示するわ。手を組みましょう。背中は任せない。一緒に行ってやる。ここにいて。わかった。じゃあな。手を組みましょう。一緒に行ってやる。そこにいて。この辺でいいかい。そこにいて。わかった。じゃあな。気合い入れていくよ。Thank you.
開。熊殺しというのもまんざら嘘じゃないらしい。以前に比べて動きが格段に向上した。射撃の精度もまるで違うし、何より全体のまとまりよ、連携がものすごく良くなってる。やっぱりピクニックに何か秘密があるみてえだな。ああ、一致団結して凄まじい脅威と戦ったのは間違いない。問題はその脅威が何なのかだけど、それはねえ、あのやれやれ、僕らは蚊帳の外か。まあいい、君たちは自分の力で証明したんだ。E 小隊の隊員はピクニックと称してクマや猛吹雪を相手に訓練に励んだ。そういうことにしておこう。クロード、君たちがこれほど強くなったのは僕にとっても嬉しい誤算だ。みんな、栄えあるレンジャー大隊 E 小隊の一員としてこれからもよろしく頼む。